万円のモロ自体もサンがその人間の世界に帰ることを望んでるんですよね。これあのモロとサンの別れのシーンですね。あの私おことにし様の目になるって言ってサンが離れるところで、ここで初めてサンがモロにガッと抱きついて甘えるんです。でモロの目が開いて長いまつげが出てきて目が見て、もう本当になんだろうな、ああ、な、色っぽい狼だったんだなっていうようなシーンなんですけども、両者ともですね、もう二度と会えないと分かっていると。その時にモロがですね、お前にはあの若者と生きる道もあるのだかっていうふうに言うんですけど、もうちょっと高いですけどもですね。以前にですね、アシタカがですね、サンと共に生きる、あの子は人間だって言った時にはですね、モロめちゃくちゃせせら笑ったんですよね。どうやって生きるのだとかいうふうに言うんですけども、この嘲笑い方なんですけどもですね、モロはね、本音言わない人なんですよ。これアニメの中ずっと通じて、ほとんどね、本音を言わないんですね。で、かつて、恋人同士の関係であったおっことぬしっていうあの、イノシシの神様とですね、再会した時もですね、少しは話のわかるのが来たとかですね、もはや言葉も失ったかっていうふうに言うだけで、自分のなんかね、内面的な本音っていうのを絶対に言わない人なんですね。あの、三輪明宏がですね、声優を担当した時にですね、このビデオの中で出てくる話なんですけども、このモロの持ってる感情的なものに三輪明宏全く気がつかず、普通にですね、演技してたんですね。あの、少しは話のわかるやつが来たっていうふうに言った時に宮崎駿がなんかもうムズムズムズとしてですね、調整ブースからダーンと飛び出して、宮崎駿のところに話していって、とかこういうふうに言ったかと思ったこのね、モロはね、昔あの、おこと主といい関係だったんですって言うんですよ。そしたら、三輪明宏が、はぁって言って、狼とイノシシがって言った。はい、そういう、いい関係だったんです。そこら辺でって言ったら、三輪明宏がですね、なんかね、めちゃくちゃ深く納得して、ああ、なるほどって言って、次にほんのちょっと声色変えたらですね、昔恋人関係だった男女がですね、ついに言葉もわからぬようになったかっていう時の、ほんのちょっとした哀れみっていうのかな、自分に対する哀れみですか、これを好きだった自分に対する哀れみ。